フォルツスタイル。はい、ロック福田の腕時計魂銀座です。はい、でじゃん、ついにできちゃいましたね。ね、あのみんなが待ってた待望の、日本初の直営ブティック、ね、5月のね15日にオープンしたの。ほやほやじゃないですか。うん、それでなんかね、もうソウルメイトからも早く見に行きたいとかっていう声が上がってる。早くなんなら取材してこいという。そうだから、はい、今ね、あの時計好きの間で一番話題のホットな、はい、スポットでございます。はい、ということで今日はこのブティックのご紹介と、はい、あとね、あのやっぱり話題の新作が見せてもらえるということで、やったな、早速行っちゃいましょう。はい、行きましょう。はい、行ってきます。じゃあよろしくお願いします。いらっしゃいます。よろしくお願いします。明るくていいですよね。そうなんです。あの天井がまあ約3メートルありまして、この床はちょっとこうコンクリート仕上げで、まあ、空港の滑走路ですとか、あと飛行機をこう収めている格納庫のイメージを持たせています。なるほど。うん、でちょっとこ の, あの照明の方も着陸帯の発光標識をちょっとこうイメージした発光ベルトと呼んでるんですけれども、この並び方で、まあ、ちょっとそうなんですよ。まず店内に入ると無機質なこうイメージで、ブランドを象徴するやっぱり黒、うん、航空ケーキに用いられている黒っていうのをあの随所にあの使いつつも、まあ、重厚感のある大理石ですとか、うん、そういうところにも使いつつ、あの天井の白とのこうコントラストを描いて作っています。うん、これ基本的なデザインはブルーノさん。そうなんです。うん、まあ、ベル&ロスのベルにあたるクリエイティブディレクターのブルーノ・ベラミッシュが、はい、全てこのデザインもやっぱり、まあブランドの基本理念が、形は機能が作るっていう、うん、そこをやっぱりブティックの方にも、適用して、全てがあるべきところにあるように作っています。こんなに、ね、まとまって見られるなんてね、本当にバージル以来みたいなそうですね、本当なかなかの、うん、ブティックとしてもあの広さもありますし、はい、ダイバースのモデルもフルラインナップでご覧いただけまして、あと BRS ちょっとこう小さいものも、はい、 はい、あとヴィンテージですね、丸型の。こちらの方もここまでなかなか普段ですと揃えてご覧いただけないので、僕の好きなモデルがいっぱいあるでここが BR-05、はい、そうなります。05のこれ本当ベル&ロス不安はここ来ないとダメですね。世界観がすごいですね。うん、そうなんですよね。こっちもすごいですね。はい、でね、これがね、そうなんです。なかなか、まあ、ブティックならではのこうハイエンドなモデルをこちらではご紹介しております。本当あっちゃいけないやつですね。そうですねなぜか見つかったって。そうなんです。スケルトンのサファイア世界限定5本に、うん、なります。売れなければここに来れば会えるということですね。いつになくなっちゃうか分かりませんけど、うん、だいぶ前にもうないって言われてたのよ原稿を諦めたっていう噂が。そうそうそう、あの、はい、もうないからあの原稿書けないよって言われたんだけど、幻の一本が、うん、あと僕もなんかちょっと気になっていて、気になるもですね、ここもちょっと将来的にはイベント的な、はい、まあ、テーマ性を持ってこうご紹介していくスペースになるんですけれども、今はこうブランドを象徴するコレクションの世界観を出してまして、まあ、ヴィンテージコレクション、まあ、初代のコレクションですね。で、あとインストルメント、まあ、実際のこれはあの、はい、ジンさんのこうケーキ、ここにそうなんですね、見せて一緒に展示をしているのと、うん、あとエクスペリメンタルコレクションという、まあ、ハイエンドなスクエアのコレクションのモデル、はい、そしてこのアーバン、はい、BR-05 ですね。まあ、一つのここがこう空間の中に置いてもトーテムのように、まあ、重厚感を持って、象徴するものを入れるスペースになっています。こちらの方がですね、新作をご紹介する、はい、ディスプレイになっております。こ
今年の BR0393GMT と、あとダイバーのレッドブロンズ、新色になります、あとこれが噂の、そうなんです、もう一本こちらが、スケルトン BR05 のスケルトンナイトラムというモデルでして、ブティックでの先行の発売になっています、重機もかっこいいですね。そうですね。でこの中の空間は、あちらのちょっとこう無機質な空間とは打って変わって、もっとこう温かみのある、ちょっとこうコージーというか、ゆったりとしたのがくつろいでいただける空間にしています、素敵ですね。でこれもちょっとこう飛行機のプロペラをイメージしたようなデザイナーの家具を置いてこだわってますね。そうですね、全て、ベラミッシュの方がクリエイティブディレクターのベラミッシュが選んだ家具なんですけれども、あちら側にもちょっとこうブランドの世界観を想起させるような、ブルーノ・ベラミ氏が一番好きな飛行機に挙げているベル X1 のこちら、飛行機でしたり、あとこう実際のケーキ版が置かれております、これはね、いいですね、94年に創業して、97年に日本だからもうそうなんですよね、かれこれ、もうだいぶ25年ぐらい日本には、根付いてるんですけれども、今までも専門店さんですとかデパートの中には入ってたんですけど、世界観をこういうふうに一望できるブティックということでは本当に、念願のっていう形になります、日本全国のベル&ロスファンが待ち望んでいた聖地巡礼みたいな感じで、ね、お待ちしてますこれね、みんなこう行き来ができるになったらぜひ本当ですね、本当そうなんですよね、銀座4丁目、でも一歩足を踏み入れて本当ベランダロスっていう感じで、楽しくなります、今日は、話題の新作を、そうなんです、こちらはBR05 というコレクションが2019年に登場してから、アーバンという一つのテーマで新しい切り口で登場したんですけれども、そちらのスケルトンモデルの今年の最新作になります、BR05 スケルトンナイトラムっていうモデルなんですけれども、ナイトの後に続くラムというのがフランス語のルミエールの頭文字の LUM から来てまして、そうなんですね、なのでこう光をデザインとその機能両方の面からこう表しているモデルになりまして、そのナイトというのも、スケルトンなんですけれども、文字盤になっているサファイアクリスタルのところを黒でちょっと着色してまして、中のムーブメントのブリッジの部分も PVD でコーティングしているので、スケルトンなんですけれども、ちょっとこう、まるで夜の中に浮かんでいるスケルトンのように見えて、それでいてインデックスと針にはちょっとこう緑の色がついてますけれども、これはスーパールミノバの C5 と呼ばれる非常に光が強く、あとその持続力も長いことで知られている塗料です。あれですよね、ラムコンセプトはだから、ナイトラムってもともとこう、ブラックのダイヤルに、スーパールミノバのインデックス、だからスケルトンのラムは初めてですよね、そうなります、おっしゃる通りです、なので全然ちょっとこうまた見え方とかも違ってますし、あとやっぱり05にこう搭載されることで、よりイメージが洗練されて見えていると思います。そうだから05の、スケルトンっていうとだから2019年のデビューの時に世界限定500本であっという間に売り切れちゃって、そうなんです、おかげさまで毎年、去年も出まして、その時にもスケルトンブルーでしたっけ、そうです、ブルーで出まして、毎年すごく好評で、特に今回の今年のモデルは、このブティックのローンチを記念しているのもありまして、ブティックで先行で発売をしている形です、見てもいいですか、はい、ぜひお手に取ってご覧ください。おー、だってもうそう、これラムコンセプトってね、昼間でも見やすいっていうのがあれですもんね、本当こう浮かんでるように見えますね、インデックスが、そうだからいいんですか、失礼します、これですね、だからスケルトンだと全部バーインデックスになってるのも、他の BR05 とちょっと違うところで、違いますよね、よりこう造形美というかそのフォルム の美しさっていうのも強調されてますし、あと通常ですと日付 のディスクも入るんですけど、これは除いているので、ああそうかそうか、そうか、日付なしだ、すっきりした、そうなんです、ね、
ちょっとまたエレガントなところもありつつ、うんうん、都会的ですね本当に名前の通り、ね、そうなんですねそうだからあのなんだろうプレスリリースを見ててこう光ってるところをこう、あの上から撮ってるのが本当にあの大都市のこう、うんうん、なんか夜景のようなそうなんですよ、おっしゃる通りあの例えば空港 の, その滑走路にあるあの誘導灯、うん、あれをこうイメージしているので、はいうん、本当にこう、ね、暗闇の中ではそのバーインデックスだけがしっかりと針と光るというコンセプトになっています。これはちょっと私も欲しいな、ね、お似合いですよねすごいかっこいいつけたら、うんはいあのね、女性も、ね、好きだと思いますこれこれから の,、ねあのね、ナイトパーティーみたいな感じでね夏はこれからですねそうそうそうできるのかな早くなそういう風になってほしいあでもいいねこれねほらねいいですよ福田さんめちゃめちゃお似合いじゃないですか、ね、うんいいよね私でもこのブレスレットが好きなんですあそうですねこう一体感があって流れるような、はい、う BR05 の、ね、ブレスレットってものすごくよくできてるもんね、うんうん男性にとってのこう強靭な宝石っていうテーマはあのローンチの時からずっと変わらないので、まあ、それがこうスケルトンとあの合わさると余計に強調されてちょっとこうジュエルな存在感がうんいやこれかっこいい、うん、実際にちょっとこういう風な感じでおあのおブルーライトをですねこう当てますとあ光りますねそうなんですより通常のものよりもちょっとこう光が強い C5 というスーパールミノバをこれは使っていましていいですか、うんうん、素敵なおかわりが到着、はいはい、しました続いて、はい、あのこの3本の方も今年の新作になります、うん、特に代表的なあの BR03 とあの呼ばれてます 42mm のケースのものなんですけれどもこちらがあの GMT の最新モデルでして、うん、今までと違う点は、まあ、ベゼルがこう両方向に回転するタイプを搭載しました。まあ、それによってあの第2時間帯だけではなくて第3時間帯まであの表示ができるというタイプになります。デザイン的にもまあ今までのものよりもさらにちょっとこうベゼル の, あのインパクトでしたりカラーリングも相まってあのかなり新鮮な顔つきだと思います。これ2色使いのベゼル初めてですね、そうなんです。ヴィンテージの方ではちょっとこうグレーとブラック の,、うん、あの抑えたトーンでもあったんですけれども03では初めてになります。どうぞどうぞ。いや見たかったんですよねこれですか、はい、ぜひお手に取ってみてください。いいんですかお先に福田さん。ではでは失礼いたします。はい、かっこいいですよね。ちょっとこうベルアンドロス の, そのデザインっていうの、うん、今までとはこうダイバーではやっぱりこうベゼルが回るっていうのはありましたけど、うんはい、あの四角の中に丸というのがより強調されて、うん、非常に見やすいですよね。やっぱりデイ&ナイトでカラーリングは分かれてますし、うん、第2時間帯の針も大きめなので、はいうん、思ったより重たくないんですね、うん、そうですね、はい、失礼します。うん、やっぱりこうフラットの面があのしっかりと腕に乗せた時に安定感があるの で、ね、フィットしますね、うん、で見返しの部分も 白なんですよね、うんうんうん、非常にそのあたりもちょっとこう色使い的にもあのブランドコレクションの中でも珍しいですしやはり視認性はその点でも高いかと思います、はい、今更なことを聞いてもいいですか、うん、両方に回るとどういう使い方ができるんですか。あっという間に合わせられる。あ、そう操作性が手早く、はい、なるほど、はい、ありました。そして続いてこちらの2本はダイバーズになります、はいはい、あの2017年にこのスクエアのダイバーズモデルが登場してから、うんまあ、いろいろとケース の, その素材でしたりあと文字盤の色違いが出てますけれども今年はこのセラミックのケースであのカーキのオリーブドドラブと呼んでますけれども、うん、カーキの文字盤が登場しました、うんまあ、今までのこのダイバーズモデルではカーキの文字盤というのは初めてでしてこのセラミックケースでは、はい、で白いインデックスの方と の, そのコントラストも効いてますし、はい、ベゼルの方にもあの夜光塗料はもちろん塗っておりますので、うんまあ、こちらは逆回転防止ベゼルがついております、うん、あの非常に見やすいモデルになっています。セラミック、はい、おお
いい色だな。なんとも言えない、うん、いいカーキですね、うん、そうですね、あのミリタリーをこう執事とするベランドロスにとってはカーキという色合い、はい、まあ、非常にまあ大切にしておりまして、はい、こちらもでも非常に見やすいですね、すっきり。そうですね、はい、まあ、無駄なものをこうどんどん省いていって本当に必要な機能だけを残してデザインしています。結構大きいかなと思うんですけど本当にフィットするんですよね。そうなんですよね、意外と、うん、あのやっぱりこの42ミリっていうあのこうしっかりと面が腕に乗る感じっていうのは、うん、あの安定感もありますし、使って馴染んでいくとこれでなくてはっていう、うん、あのお客様もやっぱりいらっしゃいますね、うん、もう一本ダイバーズなんですけれども、はい、全く全然こうこちらもダイバーズですか、うん、ってなるかもしれないんですけれども、あのこちらの方はブロンズのケースのダイバーズになります、うん、で文字盤が今年はこれ世界限定なので、まあ、両方ともこれ世界限定なんですけれども、あの999本の限定で、文字盤の色味も今回は赤という色合いです、うん、で実は昨年の日本限定の方でこの赤いダイヤルっていうのは出たんですけれども、ありましたよね、はい、でもあの時はあのベゼルはブロンズそのままでして、あそうかそうかそうか、うん、僕原稿書いた覚えがあるからあれとかそうですね、ありがとうございます。あのまあ、去年の日本限定の方はなのでもうちょっとこう素材を、うんうん、あの楽しむちょっとワイルドな側面もあったんですけど、今年はベゼルに陽極酸化処理を施したあのアルミのプレート赤い色を着色したものを載せているので、うん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 、全体的にもこうエレガントな雰囲気が特徴になっています。今まで見せていただいたものがグレーだったりブルーだったり、うん、結構寒色のものが多くて、私初めて多分このご紹介していただくんじゃないかな、うん、赤をと思うんですけど、はい、いい色ですね、うん、なんかそうなんですよね、すごく華やかな、はい、でブロンズ自体もちょっとこう赤みがありますので、うん、すごくこの赤のダイヤルとも相性がいいですね、ちょっとこう温かみがあって、うん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 、ストラップもあえてちょっとこう赤によったあのブラウンのこの色味にしているので、うん、これ経年変化が楽しめそうな革ですね。そうですね、おっしゃる通りです、はい、ブロンズもね育っていくしね、うん、そうそう、そうね、育てる時計ですね、うん、楽しみ楽しみ、いいな。でケースバッグはあえてあのその、はい、SS、まあ、ステンレススティールのケースバッグに素材としては変えています、はい、腕に当たったところに、うん、はい、このマークが可愛いですね。そうなんですよ、それあの昔本当にこ の, あのブロンズというのが、はい、あの昔の潜水用具にこう素材として用いられていたっていうところから、はい、ケースにも採用してまして、 その由来をこう 表, あの表現しているエングレービングになります、どれもいいです ね, ね、はい、今年 の, あの新作の方、前半の方の新作は、うん、このような形で BR03 の方が結構こう充実して、うん、はい、ご用意してます。じゃあ恒例の、はい、今日のまるちゃんの一本いや、あのすいません、今日はお願いがあります。どうしても一本に選べないので二本にしてもいいですか。だってこれも素敵だけどこんな子もこっちも素敵じゃないですか。じゃあしょうがないやって言ってよ。今日は特別な感じではい、どれとどれの。いや、あのこれはもう一目惚れですよね。あ、それはね、もうね、はい、なんか特別に特別を重ねてる感じがあるよね。そうなんですよ、うん、この方は外せないと思いつつも、うん、こちらの方も外せないと思いまして、ね、それね、うん、僕もね、それはね前にだからその新作紹介で実機を見た瞬間に、はい、あって思ったもん、はい、いや、しかもあのソウルメイトさんで投稿してくださってる方がもうすでにいらっしゃって、すごい実機が見たかったんですよ。で実機を見たらやっぱりとても素敵で、なるほど、はい、あの選べません。今日のまるちゃんの、2本ですね、2本今回ははい、はい、まず1本目 PL05 です。はい、スケルトンナイトラムです。でもこれ絶対つけたら連れて帰りたくなっちゃいますよね、うん、それね本当にいい、はい、うん、連れて帰りたい、はい、はい、とあとはですね、はい、2本目が BR03 こちらのコカ・コーラカラーと言っていいんでしょうか。はい、すごく見やすくて、しかもやっぱり可愛いですよね、うん、この色。
ベルトもあのロゴマークが入っててね、そうなんですよ、ね、かわいいですよね。こんなにね、あの赤黒のツートンが似合うって、うん、そう、ちょっと意外でした、うん、私も初めて見た時、ね、本日の森山の2本こちらでございます。すいません、選べませんでした。どうだった？いや、すごいいいお店です ね、 ね、なんかね、広くてね、なんか本当はね、こうパイロットの、マネキンそうがあったらしいんだけど、今フランスにお出かけしちゃってたらしくて、妖精が、うん、はい、だからあの皆さんが、来る頃には戻ってきてるかもしれないし、ね、かもしれません。ということで、我々もね、はい、また2度3度と、遊びに行きたいなと思ってます。ということで、はい、また見てくださいね。見てくださいね。じゃあねー。